かつて州という国の基礎を作った文王という人物がおりました。はあ。その文王が伊水にて太公望を訪ねた際、太公望は釣りをしており、釣り糸を見つめたまま振り返りもしませんでした。あの、何の話？ん？あ、すいません、続けてください。いつまでたっても振り返らない太公望ですが、文王は釣りの邪魔をせず、太公望の後ろに日が暮れるまで立っていたとも伝えられています。太公望は文王の心遣いに感銘を受け、共に行く気持ちになり、周の世800年の礎を築きました。うん、触ったらやべえタイプの変な人だ。賢人を敬うは格のごとくせよという故事でございます。MC バトル最高峰の DRB3 連覇、言葉の魔術師、陰の精密機械、ラップ界の発明王の異名を持つ壁泰人さん、実はあるイベントである歌手と組んでいただきたい。繊細なあなたには相棒が必要です。歌手でも DJ でも。そうすればあなたの世界は広がるはず。必要ない。次の土曜、渋谷 BB ラウンジにて MC バトルのイベントを開きます。そこで私と勝負してみませんか？もし私が勝ったら、先ほどの歌手との話考えていただきたい。そしてもし私が負ければ、あなたの願いを一つ叶えましょう。